いつか風がノックする窓を開けてみると、どこからか迷い込んだ鳥の声。読みかけの本の木、どこから来たんだいと笑う、目隠ししたまんまの午後3時です。世界は案外シンプルで複雑に回帰した、私なんて誰に理解もされないまま。街外れ森の中、人目につかないこの家を訪れる人などいないわけで、目を合わせないで固まった心、一人ぼっちで諦めて目に映ったものに安堵する日々は、物語の中でしか知らない世界に少し憧れることくらい許してくれますか。淡々と流れ出した生まれてしまった理不尽でも案外人生なんで、私の中じゃねえねえ飛びぬ未来を想像してたから、ノックしてくれないですか。